ネルギーを近くするっていうことをしてほしいですね、うん、それができることで、うん、このまあ除草剤とか、うん、犬のおしっこっていう部分は全てクリアできます、うん、植物が応援してくれてるっていうことがすごい感覚でわかるんですね。すごい、その感覚になりたい、うん、皆さんこんにちは。自然と共にある暮らし、ライブウィズネイチャーの水野さとみです。今回は先月スタートいたしました野草山菜エキスパートの山下光義さんをお招きして、フィールドワークではなく座学を行っていきます。外で野草山菜を摘む上で大切なポイント、知っておくべきポイントや注意点、そして哲学などをお話しいただきます。ではガリさん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。野草山菜座学ということで、主に僕が何を心がけて撮っているかっていうことをなんかお話ししたくてですね、野草とか山菜取りが例えばブームになった時に何が起こってくるかというと、やっぱりまず入れる山っていうのがどこにあるかっていうのが分からない方、うん、そのここで撮ってどこで撮ったらいいのか、まあ、野草に関しても山菜に関してもそうなんですけれども、そういった場所を選ぶ上でのポイントなどをお伝えしていきたいと思いまして、今回、水野さんにお願いして座学を取っていただくことになりました。はい、まずですね、基本的に、まあ、野草とはということなんですけれども、野草っていうのは基本的に草です、はいはい、どういった場所に生えているかというのは環境を全く選ばないということですね、うん、山菜と全く違うのは、例えばなんですけれども、まあ、ある一種類は乾燥がいいとか湿度がある方がいいとかっていう部分の、環境分類はあるんですけれども、それ以外の飛ばした部分っていうのはそのどこにでも生えられるっていうことですね。で、山菜に関しては本当に条件が揃わないと全く生えません。はい、もみじ傘とかヤクサとかっていうその奥山に生えているそういうそういったものに関しては本当に、まあ、その環境が整わないと生えないので希少価値は高いと言えますね、まあ、収穫時期なんですけれども、これは一年中取れます。で、北陸とか東北の方とか、まあ、雪が積もる豪雪地帯に関してはちょっとその限りではないんですけれども、基本的には雪が積もらない地域ですね、あの太平洋側ですとか四国の方ですとか九州の方ですとか、ああいったところに関しては年中取れます、うん、散歩していただいたり見ていただいたりしたら分かるんですけれども、基本的に草が生えてない時なんていうのは雪が積もっていたりとかそういったことがない限り、その緑色の植物が見えないなんていう時期は一切存在しないと思いますので、うん、そうやって植物っていうのは触れていただいて見ていただいて味わっていただいて、その中でどんどん覚えていっていただければいいなと思っております。で、食べられる植物の数なんですけれども、これ日本全体で約1180種類生えております。で、これに関しては類似種、近縁種、そういったものを全部含めた上での数ですので、似てるけどこれが違うっていうすごいいっぱいありまして、はい、例えば大犬のふぐりは立ちのふぐりとか、うん、何ふぐりに分かれるよとか、うん、カラスのエンドウだったらカラスのエンドウがあるし他の類似種もあるよっていうのもありますし、タンポポが、西洋タンポポとその日本タンポポっていうのが見分けられないっていうような感じと同じで、その同じ状況下で、生えているものが全く同じに見えても違う種類が生えているんだよっていうことは、別にこれ認識の中にないんですけれども、だいたい1180種類は日本で食べられるよっていう、北海道、沖縄、本州、全部の地域の中で1180種類食べられますっていうことになっております。多いですね、1000オーバー。うん、でまあ、基本的に、まあ、この日本の地域っていうのが、うん、特に、まあ、その気候ですね、日本の気候がやっぱり重きをすごい置いてて、やっぱり北海道は寒帯地域で、沖縄の方は熱帯地域になりますので、北海道と沖縄で生えてるものが全く違うっていう現象が起こっているので、
で、あと、まあ、島ですね、島ですとか、高山帯ですとか、そういった場所に関しては、例えば白山だったら、白山なんとかっていう植物があったりとか、島によ島だったり山だったり、そういったその限定された、場所で生えるものにそういった、冠名がついたりして、違う植物として認められたりしている。野草山菜の収穫の重要ポイントっていうことなんですけれども、まあ、初め初心者で1年目2年目3年目ぐらいまではだいたいここのが食べれるかなぐらいの感覚でいいんですけれども、うん、そこからさらに上を目指したい人っていうのは、うん、ぜひやってほしいことがありまして、うん、そのエネルギーを知覚するっていうことをしてほしいんですね、うん、エネルギーを知覚する、はいはい、かなりクロートになりますね、うん、要はこれっていうのは、はい、特にその山菜採りとかで、うん、あの標高500メートル以上の山に行ってもらったら、うんうん、いつもより体が軽いとか、うん、そういったことが起こってくるんですけれども、はい、そういった場所に行っていただいて、はい、いつもその町に住んでいる時と自分の状態が違うっていう感覚を少しずつ養っていってもらうと、はい、その場所のエネルギーっていうのが、うん、ここはどういう場所なのかっていうのが大体見えてくるようになるんですよ。難しそうですけど見えてくるんですね、うん、誰でも感覚の問題ですよ。これ誰でもですね、はい、これはあの完全に人間に備わっている機能の一つなので、うん、僕だけができる特殊なことではなくて、うん、誰しもができる本当に汎用な人間の汎用的能力です、これは、うん、はい、でそれができることで、うん、このまあ除草剤とか犬のおしっこっていう部分は全てクリアできます、うん、あ、そうなんですか、はい、感覚でわかる、感覚でわかります、ここも除草剤かかってんなとか犬のおしっこがあるなとか、はいはい、これに関しては土を見てとか、はい、あの地力を見てとかっていう部分もあるんですけれども、うん、はい、全体像をまず見てもらって、うん、でここは大丈夫だなって言い切れる感覚を作るっていうのがすごい大事なんですね。なるほど、はい、あ、確かにその意識があるのとないのとで野草を摘む回を重ねるのって全然大きく差が出てきますね、そうそう、はいはい、大事ですね、はい、これが分かってくると、うん、そのなおかついい植物っていうのがとても、うん、これが美味しそうだなっていうのもすごいよく分かるようになります。生き生きしてるかとか、はいはい、これまあ、要は生き生きしてて綺麗で、うん、あのそれでいいのかっていう部分になってくるんですけれども、うん、はい、やっぱりこれに関しては目で見て触って食べてみて、うん、それでなんかこうこれはいいものだなっていう認識がそこあの自分の中では整うんですけれども、うん、やっぱりもう目で大体、うん、あの8割ぐらい分かってれば、うん、あのあとの2割は触って食べてみるだけでいいんで、うんうん、それができるとすごい早いんですよね。あ、はい、大事なポイントですね、うん、本当にセリを取るとかクレソンを取るっていう上で、うん、セリとかクレソンって本当別に水汚くて全然入るんですよ、うん、だからあクレソン生えとる食べてみようっていう段階で、うん、そこがどういう場所で、うん、ここで取っていいのかっていうことを自分で判断できないと、うん、あの食べた時に、うん、例えば生活排水するとか、うん、匂いがそんな感じだとかっていうのがあるので、うん、それをやっぱり積み重ねていってもらって、はい、自分の中で不安な部分とか、はい、そういう部分を全て植物に委ねていくっていうことをぼかしています。なので植物を全信頼するっていうことがすごい大事で、うん、植物を全信頼するとどうなるのかというと、やっぱり植物が応援してくれてるっていうことがすごい感覚でわかるんですね。すごい、その感覚になりたい、うん、ね、なりたいですよね。そうなんです、そういう感覚をやっぱ持ってほしくて、はい、まあ、本当植物とつながってほしい、うん、その植物とつながることでやっぱりその人間のあらゆる部分がまた広がってくるので、うん、はい、本当ですね、自分が今までこんな風に感覚として思ってなかったっていうことが当たり前のように出てくるので、うん、はいはい、なのでぜひぜひやっぱりこういうことをあの話したいなと思って話させていただきます。はい、知っといてよかったです。で、まあ、とまあ柔らかい新芽を取るっていうのは、はい、これに関しては本当にまあ食べれる部分っていうのは本
本当新芽っていうのが一番山菜にしても野草にしてもやっぱりこう新芽を取るっていうのが基本なんですけれども、はい、柔らかい新芽を取るって言われても、うん、これはそのまあ植物を見てどれ取んないか分かんないじゃないですか、はい、なんで基本的に5本生えたら3本残してください。なるほど、はい、5分の2だけ取るということですね。そう、5分の2新芽のところ、はい、思ったより少ない。そうです、はい、でこのなんで5分の2なのか、なんで5本取っちゃいけないのかということをお伝えすると、はい、その後も成長するんですよ、うん、なので成長しやすいポイントを見極めるっていう、うん、はい、まあ、僕も今去年ぐらいまでは本当さ去年っていうか、まあ、3年ぐらい前までは本当に山菜がメインだったんです、うん、でそこからどん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 野草が入ってきて、山菜っていうのはそのタラの芽とかコシアブラとかって取っていただいたことある方は分かると思うんですけど、本当に一番先っぽ取ればいいだけなんですよ、うん、でもで2番3番目を取ったら枯れるっていうふうに、ん、聞いたことがある方多いと思うんですけれども、2番目3番目を取られると本当に枯れてしまうので、木の芽を取るときはコシアブラとかタラの芽とかハリギリとかそういったものを取られる際は必ず一番上のてっぺん の頭頂部 その芽の毛を取るようにお願いします、はい、これはマジで本当に枯れるので、はい、言ったら感覚的に言ったら全部取られてしまうとどういうふうなことが起こるかというと、うん、要は目も鼻も口も、うん、手も足も全部燃えちゃう、うんうんうん、人間的な感覚で言ったら、なるほど、はいはい、そんなもがれたら私やっていけないわって生きていけないですね、うん、なっちゃうので、うん、はい、で基本的に植物は何に対しても全てを受け入れてくれます、うん、はい、なのでどういうふうに取ろうが受け入れはしてくれるんですけど、うん、その後その人が育てなくなるっていうことがありますので、うん、そういった部分は人間のモラルに全部かかってるって言っても過言ではないですので、はい、はい、必要な分だけ採取するということだけ心がけていただければ大丈夫かと思います、はいはい、欲を出さないということですね。欲出したらあれですね、本当に、はい、大変ですね、うん、何でもそうですね、うん、はい、はい、なんでまあ僕はどういうふうなものを取るかっていうのは心に決めてるんですけれども、うん、自分自身が見て美しくて美味しそうなものだけを取る、うん、なるほど、はい、あ、それもいいポイントですね、はい、そうです、これが心がけられていれば、うん、なおかつさらにこの植物とのつながりを持てるというか、うん、はい、植物が本当に教えてくれるようになります、はいはい、でこちらですね、まあ、今までお伝えしてきたモラルのことと同じなんですけれども、相手も命を育む同じ生物なので感謝と敬意を持って採取する していただくっていうことがとても大事になります。これがね、やっぱり、うん、一番の山が立ち入り分子の原因なんですよね、うんうん、まあ、小ごみを全部根こそぎ取るとか、うん、タラの芽を根こそぎ取るとか、うん、その一部だったらいいんですけど、それがみんなやっちゃったら、ね、全部がそのまま衰退していってしまう状態になりますので、うん、はい、人から聞いた話でも野草コースを作る会の時に新芽ばっかり根こそぎ持ってったら 1,2 年で環境が変わっちゃったっていう話をよく聞きますので、そうですか、はい、これは本当に山菜だけではなくて野草に関しても生えなくなっちゃうよっていうなので、うん、皆さんが注意して必要な分だけ取っていただくようになれば、植物もその喜んで食べていいよって言ってくれると思いますので、はい、そのあたりの声も嫌だって言ってる植物が嫌だって言ってる中で取っても、うんうん、あんまり多分ね美味しくなかったりとか、本当ですね、うん、はい、保存がすぐね、うん、鮮度が落ちてしまったりっていうのもありますので、うん、本当に今なんでこれをするかっていうと、その自分が今までこの伝えたことを全てやることによって、うん、植物が生き生きとして、うん、その取った後も鮮度を保って、うん、美味しさを保って、うん、そのまま、まあ、僕は山菜とか野草を販売するっていう仕事をしてますので、うん、そこでやっぱりその相手の方々とか食
べられる方、調理される方のことを全て考えた上で採取しているんですけれども、はい、それをやっているうちにそういう風な、なんていうんですか、この設定というか、自分はこういうものしか取らない、こういう風に温存する、こういう風に相手の方に出す、洗う時もとか、そういうポイントがいろ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 習慣づいて今こういう風にあるっていう形なので、はいはい、これをなんか意識してやっていただければ、きっと皆さんが1年後ですね、山菜野草を取って毎日食卓に並べられるような形にはなるんじゃないかなと。はい、はい、楽しみです。はい、この収穫した後の、うん、下処理の方法ですね、はい、これに関しては、うん、基本的にクックパッドとか、うん、そういったもので検索いただければ、うん、全部出てきます、うん、で下処理が、はい、なのでその重要なポイントとしてこの新芽を取るっていう部分もあるんですけれども、この新芽を取ることだけしてれば基本的に下処理とか、うん、洗ったりするのってすっごい楽なんですよ。セリとかクレソンっていうのが、はい、根こそぎ取る人が、うん、取り方としてっていう話ですよ。これは根こそぎ取るか、はい、新芽だけ1本ずつ取っていくかっていう、うん、どっちかなんですけど、うん、根こそぎ取ったらめちゃくちゃ掃除大変なんですよ。要は収穫してる時間と同じぐらい掃除しなきゃいけない。そんなに、はい、特にセリはそうですね。田んぼの中とか根こそぎ取ってとか、うん、ところを全部払って、うん、その後ゴミ取って、うん、でその後食べられる全部あって、うん、収穫してる時間と同じぐらい、収穫してるぐらいと同じ時間というか、その根こそぎ取った場合ってすぐ取れるんですけど、うん、その後が大変だなって、うん、いつもずっと思ってやってたんですよ、うん、でそのバケツに入れてその生理を根こそぎ取ってそれをバケツの中に積んで、で持って帰って洗うんですけど、うん、洗ってる時間マジ長えわってなってきたので、はい、どうやったら効率よく取れるのかっていうことを考えたら、うん、その結局がガバッと取ってしまうよりは新芽を自分で取っていった方が結局植物的にも、うん、その今後成長できやすい、うん、要は周りに何もないのも、うん、そのままの過程で芽だけ取られていく方が、うん、育ちやすいんですよ、うん、で例えばそのセリとか、まあ、このクレソンの話ばっかりになってしまうんですけど、うん、セリとかクレソンっていうのはこのすごい群生して育ってるわけですよ、うん、群生して育っているところの、ここ例えばここに大きい芽があってちっちゃい芽があってってなった時に、うん、大きい芽を取って、うん、でちっちゃい芽を後にこう育ってもらうように伸ばしていくためにも、うん、大きい芽を取ってそこの、まあ、野菜の収穫とかは本当、うん、人参のその間引き菜とか大根の間引き菜と一緒で、うん、そういう風に取れば取るほど空気も入って、うん、育ちやすくなります、うんまあ、この辺は本当にねその、まあ、農家さんですとかそういった方はねすごい分かっていただきやすいポイントなのかなと思うんですけれども、はいまあ、空気入れてあげてその風通してあげるだけですごい変わりますし、うんはい、要はぎゅうぎゅう詰めなんで、うん、お前邪魔だお前邪魔だお前邪魔だっつって、生えてきてるので、向こう側の観点になったことがないから本当にお前邪魔だって思ってるのか分かんないけどでもやっぱりそれぐらい群生してるんですよね、うんうん、だから日の当たらない場所も増えるし、うん、そう考えたらやっぱり間引いてあげてそでどっちかなんですよ。やっぱ一気に取るか、うん、その後もずっと期間的に取りたいっていうのであれば、うん、そうやって新芽だけ取ってる方が、うん、多分全体の収量はそっちの方が多いと思うんですよね。なるほど、うんうん、そういう部分もすごい、まあ、大事なのかなと思います。はい、はい、大事ですね。はい、まあ、これはクレソンとかセリとか、うん、あとまあ種付け花とかまあ、油中の野草ですね、うん、わさびとか、うん、そういったものっていうのはやっぱり密集して生えてることがすごい多いので、うんうん、そうやって取ってあげると、うん、他の、まあ、植物たちも育ちやすくなっていいのかなというふうに僕は捉えています。はい、はい、
まとめという意味では、はいはい、基本的にまあ野草収穫、野草とか山菜収穫するっていう上では特にモラルが大事だっていうのと、まあ、エネルギーを見るっていうのも大事だっていうふうにお伝えしましたけれども、まあ、基本的に僕が意識してやっているポイントとしてはそのまず土地のエネルギーとつながる、で植物ともつながる、で植物とどこ取ったらいいかっていうのを話し合っていきます、はい、でそうしているうちにあここ取っていいよってこういう風に取ればいいよっていうのも全部教えてくれるようになったので、うん、まあ、試行錯誤していく上でこういう風に取っていったらいいなっていう部分もあるんですけど、うん、植物が身近に向こうが教えてくれるので、うん、これは例えば取ってて独り言言っててなんかあの人変な人だなって思われるかもしれないですけれども、うん、ぜひ植物さん取らせてもらってありがとうとか、うん、これ食べて美味しかったわとかっていうのを、うん、ぜひ植物たちに伝えてあげるとすごい喜んでくれますので、はい、そのあたりとてもね大事にしていただけたらいいなというふうに思ってます、はい、なので、まあ、今ね食料危機とかいろいろある、まあ、なりそうだとかって思われてますけど思われてる方いらっしゃると思いますけれども、うん、そこら中に草は生えてますので皆さんが覚えていただけるだけで食料危機っていうことは一切起こりませんので、はいはい、日本においては本当にね1180種類ね、うん、食べれますから、はい、身近なものをね見ていただいて、でね、取るブームがどんどん広がっていけばね、除草剤とかね、農薬とかに関してもね、もうちょっと処理方が変わるというか、うん、はい、でなんで撒いてるのかなっていうことに、うん、その疑問が出てくると思いますので、またなんかそうやってちょっとずつね、この地球と、植物とつながっていっていただければ、どん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 新しい情報が開いていきますので、ぜひ皆さんも意識的にチャレンジしてみてください。ではとりあえずこれで終わらせていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今回は野草山菜エキスパートである山下さんに野草山菜を摘む上で大事な大事なポイントをお話しいただきました。やっぱりね、今回のお話、知っているのと知っていないとでは1年後大きく変わってくるなと私自身も実感しましたので、ぜひ皆さんもこのガリさんがお話ししてくださったことを踏まえて野草山菜を摘みに行っていただけたらと思います。今回お話をしてくださりました野草山菜エキスパートである山下光義さんのインスタグラムのアカウント、そして今回場所をお借りしました金沢の M ヨガさんのホームページの URL 概要欄に記載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。最後に皆様にお知らせです。私の農園のとかぜハーブでは、のとの旬おまかせ野菜セット定期便という、基本的にはその日採れたてのお野菜や山菜野草をその日中に全国の皆様にお届けをする野菜宅配サービスを提供しております。大体のエリアの方々には翌日の午前中にはこの新鮮なセットが届くような形です。今体に良いと評判のファイブケミカルが豊富な自然栽培自然農法の採れたてお野菜をとって体の内側から美しく健康になりませんか。のとの旬おまかせ野菜セット定期便の詳細も概要欄の方に載せておきますので、ぜひご興味ある方チェックしてみてください。それでは本日も最後まで動画をご視聴してくださりまして誠にありがとうございました。おそらくですね、来月のこの野草ワークショップはガリさんと一緒に参加者の皆さんと山に入って山菜摘みの様子をお届けしていこうと考えておりますので、そちらも楽しみにお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。